こんにちは。ワンダーシェアクリエイターの長谷川です。今回はスライドショーの作り方をご紹介します。結婚式ムービーや日常、旅行をテーマにした思い出動画や Vlog 動画など写真をつないで作るスライドショー。実は基本的な動画編集のテクニックが活躍する編集方法なので、動画編集初心者にも簡単にできておすすめの動画ジャンルです。簡単な操作で写真風のフレームをつけておしゃれな加工をする方法や写真に動きを追加して演出する方法など、これから動画編集に挑戦したい方にも分かりやすく説明いたしますので、ぜひこの動画を最後までチェックしてくださいね。まだフィモーラをお持ちでない方は概要欄の URL から無料でダウンロードして体験してみてください。スライドショー作成の基本操作。スライドショーを作成する方法はとてもシンプルです。まずは USB ケーブルやクラウドサービスを使ってスマホやカメラで撮影した動画や画像をパソコンに保存しておきます。フィモーラを起動したら画面左上のこの辺りをクリックするとパソコン内に保存した動画や画像のデータにアクセスできます。先ほど保存したスライドショーに使いたい素材を選択して開くをクリックするとフィモーラ内に読み込むことができます。読み込んだ素材を画面下部のタイムラインにドラッグ&ドロップして並べていくだけで写真が切り替わっていく動画を作ることができます。今回は画像だけを使用して説明しますが、動画ファイルでも同じ操作ができます。再生してみて写真の長さを変えたい場合はタイムライン上の写真クリップをクリックして端をつかむと伸ばしたり縮めたり調整することができます。またクリップをつかんで他のクリップと順番を入れ替えることもできるので、再生しながら表示順を決めていきましょう。画面上に表示されている写真を直接選択して大きさや位置、角度を直感的に調整することもできます。無音で写真だけが表示されているスライドショーでは少し味気ないので、音楽を追加して BGM 付きの動画にしてみます。 BGM は画面上部のオーディオタブからお好きな音楽を選んでも大丈夫ですし、写真と同じようにパソコン内に保存された音楽ファイルを読み込んで使用しても大丈夫です。音符マークがついているトラックがオーディオ専用のトラックなので、使用する音楽はここにドラッグ&ドロップします。これだけで音楽付きのスライドショーになりました。音が大きすぎたり小さすぎたりする場合はオーディオクリップの真ん中の線を上げたり下げたりして音量を調整できます。また曲の最後は写真の終わりに合わせてクリップを短くしておきます。クリップにマウスカーソルを乗せると白いつまみが表示されるので、これを少し前にスライドしておくと曲がフェードアウトするようになって自然に動画を締めくくることができます。これだけで音楽に乗せて写真が切り替わる基本的なスライドショーを作ることができました。編集が終わったら MP4 などの動画ファイルとしてパソコン内に保存することでスマホへ転送したり YouTube や SNS などへアップすることができるようになります。エクスポートをクリックして動画のファイル名と保存場所を指定しましょう。左側のファイル形式は MP4 がおすすめです。エクスポートボタンをクリックすると出力が開始されます。この音が鳴ったら出力完了、フォルダを開くでエクスポートした動画ファイルにアクセスできます。基本的な手順はこれだけです。さらにフィモーラには文字やエフェクトのテンプレートがたくさん内蔵されているので、簡単にこだわりのスライドショーを作成することもできます。動画に文字を追加する方法はこちらの動画で詳しく紹介しているので、合わせてチェックしてみてください。おしゃれ加工テクニック4選、フィルター加工。それではここからは写真と音楽だけのスライドショーをよりおしゃれに加工していく方法を4種類ご紹介します。まずは写真に色味を加えるフィルターの使い方です。エフェクトをクリックすると動画に適用できる視覚効果がたくさん表示されます。その中のフィルターグループには画面全体に色味や動きを足すエフェクトが集められています。例えばこのフェイクフィルム
のグループにあるエフェクトを写真の上のトラックに追加すると、エフェクトクリープが重なっている部分すべてに色味を加えることができます。エフェクトが強すぎると感じたら、エフェクトクリップをダブルクリックして不透明度を下げると効果を弱めることができます。ブラー背景。画面と写真のサイズが合わない部分は空いているところが黒くなってしまって少し味気ないですよね。そんな時にはフィルターグループにあるブラー括弧背景のエフェクトを上のトラックに重ねると、黒い部分を背景ボケで埋めてくれます。さらにブラー背景のエフェクトはクリップをダブルクリックすると色や明るさなどを細かく調整することもできます。いろいろな種類があるので、音楽や写真の雰囲気に合うものを探して適用してみてくださいね。写真風フレームを追加。画像に白枠をつけると現像した写真が画面に表示されているように演出できますよね。枠を追加するためにはエフェクトでボーダーと検索すると見つかるこのエフェクトをクリップの上ではなく写真のクリップに直接追加します。これだけで白枠が追加されますが、クリップをダブルクリックしてエフェクトを選択するとボーダーの調整項目が見つかるので、ここで枠線の色や太さ、不透明度を調整することができます。少し太めにしておくと雰囲気が出ますね。分割表示。見せたい写真が多い場合は1画面にたくさんの写真を表示するのはどうでしょうか。たくさんの写真クリップを上のトラックに重ねて画面上でレイアウトしていくのもいいですが、簡単におしゃれな表示をするには分割表示がおすすめです。分割表示タブに切り替えてお好きな分割レイアウトを選びましょう。タイムラインに追加すると自動的にメディア画面に切り替わるので、表示したい箇所に写真を直接ドラッグ&ドロップします。画像を配置した後は画面内で大きさや位置を調整できます。また分割表示のアニメーションを有効にするのチェックで、クリップの最初と最後に設定されているモーションのオン・オフを切り替えることができます。調整が完了したら OK をクリックしましょう。いろいろなエフェクトをかけることができましたね。動きを追加する方法3選。パン&ズームでカメラワークを追加。最後にスライドショーに動的な演出を加える3種類の方法を紹介します。動きのない写真でも動画内に動きをつけるとさらにおしゃれな雰囲気を出すことができます。最初に紹介するのは写真の中にズームやスライドの動きを加える方法です。動かしたい写真クリップを選択してツールバーのクロップボタンを選択します。上の方にあるパン&ズームを選択すると画面にスタートと終了という2つの枠が表示されます。この枠の位置と大きさを調整することでスタートから終了へ一定のカメラワークを設定できます。例えばスタートは全画面で、終了は画面の中心の小さい枠のまま再生してみると、画面中心に向かってズームしていくカメラワークにすることができます。画面下部のボタンを選択するとズームや左右への動きに変更できるので、イメージに近い動きを設定してから枠の大きさや位置を調整してみるといいですよ。 OK をクリックして画面上で再生してみると、小さくレイアウトした画像は小さいまま、画像サイズの中だけに動きが追加されたのがわかります。キーフレームで画像を動かす。画面上でレイアウトした位置や大きさそのものを変化させていくにはキーフレームを使用します。動かしたい写真クリップを選択してキーフレームボタンをクリックします。するとクリップ上に丸印が表示されました。画面上の位置と大きさがクリップに記憶されたことになります。再生ヘッドの位置を変えて画面上で画像の位置や大きさを変えると、クリップにもう一つ丸印が追加されて位置や大きさがここにも記憶されます。丸印をクリップの両端に移動して再生してみると、最初の点から次の点に一定の動きが追加されたのがわかります。画面全体をゆっくりズームさせて雰囲気を出したり、一点に向かって速い動きでズームインさせることで視線を誘導することができますね。画像同士をつなぐトランジション。最後に写真同士を動的につなぐトランジションを紹介します。トランジションタブを選択するといろいろな動きの切り替えエフェクトが表示されるので、
好きな種類を選んでクリップの間にドラッグ&ドロップするだけで適用されます。再生してみるとパッと変わっていた写真同士に動きが追加されたのがわかります。他のトランジションを上から重ねるだけで切り替えることができるので、激しい動きや滑らかな動きなど雰囲気に合うものを探してみてください。トランジション部分の長さを変えると再生時の速度も変わるので、音楽のテンポに合わせて調整してみるのもいいですね。また先ほど紹介した分割表示のアニメーションをオンにすると、トランジションと同じように動的につなぐ演出として使うこともできます。スライドショー作りに使えるテクニックをたくさんご紹介しましたが、いかがでしたか？いきなり全てを使いこなすのは難しいので、少しずつ慣れていただければと思います。またスライドショーの時短テクを紹介している動画もあるので、慣れてきたらこちらもチェックしてみてください。スライドショーに関する質問などがありましたら、ぜひコメント欄か公式 SNS でご質問くださいね。フィモーラチャンネルではフィモーラユーザーの皆さんからの質問を募集しています。動画のテーマに選ばれた方にはちょっといいものを進呈します。お気軽に YouTube のコメント欄や公式 SNS でご質問ください。忘れずにチャンネル登録、通知をオンにしてお待ちください。それでは次回もお楽しみに。